皆さんこんにちは、サイボーズ株式会社の野水と申します。今からですね、1時間15分になりますけれども、こんな照明が薄いんだったら薄地に白の文字とか書いてくるんじゃなかったと思って今すごい後悔してますけれども、ライブコーディングのセッションを、始めていきたいと思っておりますのでよろしくお願いします。ありがとうございます。今拍手しようとした方遠慮なく拍手してください。ありがとうございますありがとうございますありがとうございます。はい、でですね、このセッションが何をやるかということなんですけれども、災害時に住民共同とかっていうことが必要になってきます。例えば今回の千葉の台風ですけれども、いろいろ初動が何とかとか言われてますけれども、ほとんど全ての原因というか、遅れた原因というのはやっぱ情報共有がなってないっていうところにこう起因するわけですね。でどうしたらその役場の方とか と住民の方、それから県市、それから一般のボランティアの方とかが、情報共有できるんだろうということを考えた場合に、やっぱりクラウドというか特にスマホで使えるクラウドですねというのが必要だろうというふうにこう思うわけです。でそれを、我々 のサイボーズのキントーンというツールを使って、今回生で作っちゃいましょうというそういう企画です。実はめっちゃバクバクしてまして、で先ほどからですねスイッチャーの配線とか一生懸命やったんですけど、スイッチャーが映らないという事態でですね、僕が皆さんのコーディング画面をですねここから差し替えて走り回らなきゃいけないというそういうドタバタっていう最初からそういうトラブルができてますけれども、よろしくお願いいたします。で、出てくる作ったクラウドにそこから皆さんからデータを放り込んでいただくということとかも途中やっていきたいと思いますので、よろしかったらご協力のほどお願いしたいと思います。それでは登壇者のご紹介ですって言ってもなんか有名人ばかりなので僕ぐらいしか知らない人いない、僕が一番無名じゃないかなと思いますけど、まずは、山形さんです。はい、軽く自己紹介を。はい、皆さん山形でございます。どうもはじめまして、北海道森町役場っていうところ函館のですね、北に約40キロぐらいのところにある森町っていうところでですね、行政マンやっています。本日はどうぞよろしくお願いします。じゃあ次は白澤さんお願いします。はい、改めましてシビックテック全千葉白澤でございます。シビックテックシビックテックとお話をしてるんですけれども、シビックテック全千葉はですね、ノンコーダーのものも多く、何せ代表の私は全然プログラミングをしたことがありません。なので今日はできるのかと思いながらここに立っております。皆さん見ていただければと思います。よろしくお願いします。はい、というわけで、白澤さんがこれ自信なさげなことをおっしゃってるんで助っ人を用意しました。助っ人大丈夫ですか。はい、じゃあちょっと自己紹介をお願いします。はい、すいません、ちょっと立っちゃうとかぶっちゃうと思うので座ったまま自己紹介させてください。同じくサイボーズ株式会社のシステムコンサルティングホームによります相馬と言います。よろしくお願いいたします。助っ人って言われてちょっとハードル上げられると困るんですけど、はい、普段はこういったところで技術のところをメインにいろんなところで支援させていただいているので、今日も皆さん本日はよろしくお願いいたします。はい、役柄としてはですね、役場ですから、必要なものの要求をボッて出すっていうそういう役割になりますね。山形さんはでそれを受けて、シビックテックをやってらっしゃる、白澤さんがボランティアとして入ってこう作るというところを、役割となってます。ただ、やっぱ技術的なこととかね、その辺のことがいるんで遠隔でリモートで、サポートする、東京からプロボロでやってるリモートで入ってサポートするっていうそういう役割と、今日はそういう役割で僕は単に実況中継の司会でいるだけという感じになります。サイボーズ株式会社社長室フェローの野水と申します。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、でですねアジェンダですけど、うわー見えないな、今趣旨説明です。でその次にですねシステム要求事項がどういうことがあるかっていうのを、今ちょっとお話をしてから、実際にライブコーディングを1回やります。でその後に皆さんからそのコーディングして公開したやつに対して皆さんからデータを入れていただきながらさらにちょっと議論とかそういうことをやって、でもし追加の何か要求があったらこう作っていって、で最後に災害の対応をするときに我々サイボーズとか、そういうとこがどういうことをやってきたかとか特別対応しますぜみたいなそういうおいしいお話を、おいしいかどうか分かんないんですけど、そういうお話をさせていただきたいと思っておりますというところで早速始めたいんですけれども、災害ですね、僕は
いろんなところに僕もボランティアで入ったりとか、あとはサイボーズを使ってらっしゃるユーザーさんの支援に入ったりとかで、まあ、今まで起こってきた災害の時には大概直後2週間か1週間かっていうところで、現地入りしてます。でその中でいろいろ見てきたことで思うんですけども、災害って本当にチーム戦なんですよね、災害対応って。で、出てくるこのチームっていうのがやっぱりまず自治体です。で自治体さんが一番かわいそうなチーム長です。チームリーダーなんですけども自分がまず被災してるっていうところですね、うんうん、でその上にいきなりやったことほとんどないのに強大な権限と強大な責任とで強大な、過小なリソースっていうこの3つの条件が重なってっていうところで非常に辛い思いをすると。でところが住民の方っていうのも、まあ、そのまず逃げようにもどこに逃げたらいいのか分かんないとか、ガソリンどこ行ったらあるんだみたいな、そういう話が必ず出てきて、でそれに対して何かできることありませんかってツイッターでこうブワーって上がってくるんですけど、残念ながらできることをする体制作りがまず難しいっていうところがあって、うん、でしかも、まあ、県とか国とか自衛隊とかっていうのは助っ人がいるんですけれども、これ自治体が言わなかったら誰も動けないっていうところがあるんで、その辺の連絡っていうのがこうあるわけですね。この辺は実際に、自治体の職員としていかがでしょうか。まあおっしゃってる通りですよね。やっぱり野水さんおっしゃってた通り、まあ、今日はですねこう自治体職員としてとともにですね、まあ、個人的な意見も言わせていただきたいなっていうふうに思ってるんですけど、災害、大きな災害ですね、今回は千葉市さん、まあ、千葉県さんの方でこういうふうに、まあ、未曽有の災害が起きましたけども、北海道もですね昨年ですね、ブラックアウトを起きまして結構大変な思いしました。その中で私奥さん、まあ、妻いるんですけども、妻との連絡が取れないとかですね、やはりこう公務員であって住民の皆様のことをですねこう助けていくだとかサポートするというのも大事なんですけど、何よりもですねやっぱりこう自分の家族と連絡が取れない、皆さんってやっぱ同じ気持ちなんですね。なのでやっぱ我々行政の方としてもその情報共有だとか情報収集をですねやっぱり効率化していって、皆さんとともにですねこう災害を復旧していくだとか、そういう対応をするっていうのが非常に大事なのかなというふうに思っていますね。ありがとうございます。まあ、そういう中でいろいろこんなシステム欲しいなみたいな要求が出てくるとは思うんですけども、はい、その前にですねちょっと災害によってですね種類がいろいろあるんですね。で、まあ、主なものとしては地震津波、僕はこれ東北の震災の2週間後に行って、でそれから水害ですね。水害はこれ去年の広島豪雨の時に、再建のところの、支援のボランティアとして僕は1週間これも10日ぐらい後かな、10日ぐらい後に広島に行ってます。で、台風はこの間千葉で、僕も実は千葉県民なんで、まあ、被災はしてないんですけれども、怖い思いをした一人ですけど、行って1週間後ぐらいに、まあ、我々が支援している自治体さんとかをちょっと回らせていただいたんで、じゃあ房総半島一周しましたんで、いろいろ違いがあるってことがこう見えてきます。例えば地震津波の場合ですね、これね被ったところの被害がめちゃくちゃ甚大なんです。ただ被害めっちゃ集中してるんですよ。でそれに対して今度水害ですね。で水害の場合は地震との違いは突然ではないっていうところで、水害はなんとなく予兆があります。で川の水位がやばいとかっていうところで、要するに住民避難を、させるっていうところがこうできるっていうところがこう水害の違いですね。で今回の台風ですけども、台風の特徴っていうのが広域なんですよ。めっちゃ広域で、津波とかって極端な話、今道路のこっちが全然無事で道路のこっちが全滅みたいな、そういう状態になるんですけど、台風って房総半島一周すれば分かるんですけど、10軒に1軒ぐらいずつブルーシートがかかってるというか、延々こう何十キロも続くっていうところになります。でそうなってくると、要するに被害の収集、どこが被害になってるかっていうのを収集するだけでめちゃくちゃ時間がかかるってことで、まあ、この辺が今回停電とかなんとかいろいろ問題になってるところの全ての根源かなっていうふうに思ってます。ですからこういうところにこそなんかシステムっていうのがやっぱ必要なのかなと思いますね。山田さん経験的にもあれですか、やっぱ情報がなくて、行き違いが起こったとかそういうことってあるんですか。そうですね、まあ、住民の方々とかっていうよりも行政の目線で言うとですね、どこの避難所にどのくらいの食料が配布されてるかとか、そういう行き違いもやっぱり多くてですね、まあ、当然ですね避難所の
どこの避難所に何人ぐらいの方々がこう避難されているとかっていうのもやっぱ見えるんですけども、中にはですね、外で車に乗っていて避難所に入ってきてくれないから人数が把握されてないんだけど飯だけよこせとかっていう人もいるんですねやっぱりそういうことがですねやっぱり困るので、ある程度こう情報共有というかですね、まあ、必ず皆さんですね、避難所に行った場合は避難所に入ってくださいね。入ってですね、名簿に名前書いてくれるだけで行政かなり助かりますんでぜひそこお願いします。はい、まあ、そんなわけで あらかじめですね、システム要求をこう出していただきました。で、上から言うとですね、まず住民から報告された避難情報が共有できると。これ水害とかの場合って電話かかってくるんですか？水害とかはそうですね、基本電話ですね。やはりこれ場所わかんないですよね。わかんないですね。やっぱり当庁の場合もですね、もともと地元に住んでた方以外の方が、森町役場に職員として入ってこられる方がやっぱり多いんですけども、私たちだったらですねいいですね、もう今日お客さんもこのくらいの人数なんで、もう大体な感じで大丈夫ですね。ですね僕たちだったらこう知ってるんですけど、ほらあそこのおばちゃんちの横よとか、そう言われただけでも分かるのがやっぱ皆さん分かんないですよね、今の人たちはね。ってなるとやっぱここスマホで提供された方がいいっていう話だね。そうですね、はい、位置情報付きで。で次に役場から提供された情報は共有できると。これも役場言ってんのにっていうところ誰も見てくれないって問題あるんですよね。そうなんですよ。あと防災無線があるんですけど防災無線だけじゃですねやっぱり聞き取れなかったっていう住民の方々もいらっしゃるんで、文字情報ってやっぱ重要だなと思いますよね。はい、で3番目に避難所とかスポットの状況がリアルタイムでこう更新できる。はあ、そうですね。で4番目が、被害箇所の修繕状況がリアルタイムで共有できる。これも大事ですね。はい、でそれから職員スタッフの緊急的なトゥードゥのタスク管理っていう、これ、ね、はい、なんかさっき言ってた、はい、食料の関係とかですね、結構重要なポイントですね。ここ重要なんですね。はい、で、その次に支援者っていうか特別な、例えば体の不自由なおばあちゃんとか一人暮らしのお年寄りとかっていう状況をどうしましょうっていうところ、ね、それも非常に重要ですね。やはり要支援者の方の場合は、付近の住民の方もしくは職員がですね、避難所に来ていただくのにこう迎えに行くとかっていう作業も我々してますんで、これも非常に重要なポイントですよね。はい、で、その次がですね、まあ、それらの情報でちゃんと公開可能なものをすぐ見えるようにしておくっていうところと、あと、まあ、地図上でちゃんと確認できるっていうところですね。はい、地図大事ですか？地図は重要です。僕地図クラスターじゃなかったんですけど、この頃ですね、地図の 4G というコミュニティがあるんですけど、そちらにこう行くようになってからですね、地図の重要性をすごく感じるようになりましたね。行政と地図はすごく重要です、皆さん。そうです。だって役場行ったら壁一面みんな地図じゃないですか。そうですよねはい、ありがとうございます。まあ、そんなわけですね、いただいた要求をもとにして大体仕様みたいなものを作ってみました。でちょっと見にくくて申し訳ないんですけれども、まあ、中のところが我々の使うキントーンというこのツールです。まあ、これ後で説明しますけど、ドラップ&ドロップでクラウドシステムの情報共有のシステムが作れますっていう、そういうシステムを今回は使います。でこの中で、まあ、住民報告とか緊急助け管理とかっていう、そういういろんなソフトのうち今日2つを実際作ってみたいと思うんですけれども、その2つの情報と、あとはですね、インターネットに公開するっていう、それからインターネットから情報を取るっていう、この2つが必要になってくるんですね。でここはキントーンと連携している外部ツールでフォームブリッジっていうものがあります。豊雲さんが出しているものがあるんですけど、こちらを使ってここからインターネットでフォームで情報を入れたらこの中入ってくると。でこの中で、情報を整理して、でこれをまたインターネット上に、今度は豊熊さんの K ビューアーっていうツールがあるんですけど、このツールを使ってインターネット上に公開して、でそれを見れるようにするっていう、そういうシステムを今日は、作ってみたいというふうに思います。で、まあ、これをなんでこれかっていうことなんですけど、あれ先ほど言われたように、例えば要支援者の情報であるとか、はい、要するに役場のトゥードゥとかっていうのは、これインターネット上に公開したらまずいわけですよね。そうですね。それはその通りですね。はい、だそれは役場の職員の方とかが要するにインターネット上じゃないっていうか、ま、ちゃんと ID とパスワードが必要な状況の中でこう避難所から発信したりとかっていうことがこうできるようになる。いや、役場の人ってやっぱ隠蔽が好きなので、こって言ったら変ですね隠蔽が好きではないんですね。やっぱ守るべき情報と守らなくて公開する情報っていうのをちゃんと切り分けなきゃならないってことですね。はい、ありがとうございます。
まあ、そんな感じで、まあ、これ読めないで飛ばします飛ばしますけど、そういうところでうちのを使うというかあります。でさらに今回オープンデータをまあ活用できますよね、はい、って話ですよね、はい、その通りですね。オープンデータはですねここ数年やはり自治体でオープンデータ、まあ、情報公開オープンガバナンスガバメントのこう文脈で非常に重要だと呼ばれているもので、当庁についてもですね北海道のオープンデータポータルっていうところで現在はオープンデータを出しているような状況です。ちなみにですね今内閣官房さんの方で推奨データセットフォーマットっていうちょっと難しいっていうか面倒って言ったらちょっとあれなんですけどちょっと難しいフォーマットがあるんですけどそれにですね情報を入れるといろんなこうシステムで取り込みやすいっていうフォーマットがありますんでうちの町は今それで情報をオープンデータとして公開している状況になっています。はい、ありがとうございます。じゃあ今日はですねこの、北海道オープンデータカタログのデータサイトの方からですね4つぐらい、指定緊急避難箇所一覧と医療機関一覧と介護サービス事業所一覧と AED 設置箇所一覧という、まあ、これは上がってるんですけどこのまた CSV なわけで、まあ、CSV 携帯から見るの結構しんどいのでこれを、普通に携帯で、バーコードとかでパッと見たら見れるようにしましょう地図付きでっていうところを今日はやりたいと思います。っていうところで早速作る方向に行きたいんですけども志田さん雑談でいいですか笑ってごまかしてますけどここではいちなみに白澤さん思いっきり主催者側の人間でつい1時間ほど前はこの会を開くこと自体に、一生懸命になっててさっき30分打ち合わせしただけっていうそういう相当悲惨な状態でこれ、ね、チャレンジに挑んでいただけライブコーディングですからねやっぱりねライブ感を重要にしたいなって思ってますね、はい、ということでですね最初に、作っていただく、アプリがですね何やったっけ被害レポート皆さんが携帯でこう写真を撮ったらそこの、GPS の場所を拾って写真付きで被害の報告を均等の中に放り込んでいただくっていうそういうアプリを今から、作っていただきます。質問いいでしょうか。はい、これはサイボーズさんの、ポータルにログインをするともうこの画面が出てくる。あ、そうですそうです。はい、はい、ダメですか。あ、はい、分かりました。はいそんなレベルなんか大丈夫かで今開いていただいているのがキントンの画面を、開いてログインした状態です。実は無償お試しのところからボコってやると、3分ぐらい経つとこの画面に入ることができるっていうそんな感じになってます。充電の関係かなんかですかね、はい、あもう主役だから作ってちなみに完成予想図とか見せたいんですけれども、ちょっと僕の関係でまたつなぎ替えられないんでもうライブでそのまま見ていただくっていう形になります。で、ちょっと見にくいんですけれども解像度の問題でどういうことをやるかっていうとデータベースを今作ります。で、まずはですねタイトルを、入れていただいてこれ避難レポートでもなんとかちょっと書いておいてみてください。はい、避難レポートじゃなくて、なんか逆だ、被害レポート、ごめんなさい。この中でキントーン使ったことあるっていう人いらっしゃるんですか。ありがとうございます。いらっしゃるんですね、いらっしゃるんですね。ありがとうございます。はい、で、最大の特徴はこれ、ドラッグ&ドロップでポコポコって作れるっていうところなんで、手元にフィールドのリストを一応アンチョコで準備しましたんで、それに沿って作っていただきたいと思います。本当にそのバッテリーがもろ分かりです。今ですね、添付ファイルを作りました、手付けました。これ何するかっていうと、写真を撮るときに写真を取り込むフィールドですね。はい。で、これを、写真というふうに書き換えていただいて、で、フィールドコードのところをちょっとつけなきゃいけないんですけども、これをですね、まあ、どうするかというと、後で API で、インターネットに出すときの、目印にすると、そういうところでこれをあらかじめフォトっていうふうにこう指定します。バシバシ言ってください。はい、で次に何を選ぶかな、あ一応多分見てるので大丈夫だと思います。 ありがとうございます。ライブ感めっちゃありますね。
今日のお昼は皆さん食べたんですか？おいしいお弁当、おいしいお弁当だったんです。僕はですね、今日 M&M's でした。あのお弁当をちょっと買うの忘れててですね、チョコレートをちょっと食べたんです。おいしいお弁当でした。おいしかったですね。よかったですね、皆さんね。これが終わったらゆっくり食いたいと思います。今の食べるとお腹弱いんで、ダンジョンに出てくると非常に危ないことになるんですよ、ね、大昔に一回だけあの公園の最中にトイレ駆け込んだっていうことでして、上がって壇上に上がったら目の前に水と正露丸が置いてあったので、めっちゃ恥ずかしいのもその場で飲んでありがとうございましたって言うしかないっていう。こう私もそうなんですけど、登壇する前ってどうやっぱトイレがちょっと近くなりがちですよね。であのずっとですね、水分を取らないので、こう喋りながらずっとこう水を飲むっていう、そのくらいこう上がる、こうだら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 と話してる間にこう出来上がっていくのがこのキントーンの素晴らしさですね。で今作っていただいているのが、緯度と経度、緯度経度ですね。要するに GPS から持ってきた緯度と経度をこうはめるっていうフィールドをこう作っていただいてます。で、次がですね、でこれ今空間を作ってますけども、スペースっていうのを今置きましたけども、これ何をするところかっていうと、Google から呼び出した地図を表示させる、そういうフィールドになります。でこれも後で、API で外から持ってくるんで、 Google API から、ちゃんと読めるように、ID で Map っていう ID をこう指定してあげると、いうことを今やっております。はい、はい、次何いくかな。次状況説明というのを入れます、はいはい、で次はあの状況を説明するのをこう入れる欄があります。まあ、あの最近携帯であの文字入れられないとかって言いますけど、うちのかみさんとかみんなもうあの普通にあの音声入力を使うんですね。あの都会にいるとなかなか音声入力使わないと思うんですけども、あのちょっと田舎行くと車で走りながらとかっていうところだと、特に女性の方ってものすごい音声で入れることあると思うんです。そうですよね。あの僕もこの前ですね、あの音声でこう喋りながらやったらかなりの精度ですもんね、今の音声入力は。結構いい精度ですよね。いや本当にそうですね、方言さえ使えなければです。いや方言もね、なまらとか、僕なまらとか和やの和じゃなんですけど、わかんないですねみんなね。あの方言もでもそこそこでちゃんとひらがなで通っていく感じですね。すごい、これもちゃんと読んでるし、なまらってちゃんと書いてるし。あ、本当だ。あ、そうなんですよ。なまらがちゃんと対応されてる。賢いですよね。賢いですね、音声認識は。これあの英語大丈夫？なまらとかになるんですかね、英語の場合は。ちゃんととてもとかベリーでちゃんと。なまらミーンズみたいな、そんな感じです。で、進んでますね。今これラジオボタンの設定をしてます。あの被害の程度をですね、どれぐらい緊急度が上がるのかっていうのをこう設定していくんですけども、まあ欄に変えていくだけっていうところでこう設定しているという状態になります。はい、で、まあ、音声入力の話に戻りますけども、多分災害時の時も、ね、あの住民の方に言うときは音声入力で入れてくださいっていうふうにこう言って、まあ音声入力の仕方とかをこう講習しとくだけで相当違ってきますよね。そう、あのテキスト情報だけじゃなくて、例えば本当に音声そのものをこう、まあ、プライバシーの問題とかはいろいろ出てくるかもしれないですけど、音声情報そのまま送ってもらうとか、なんかそういうことも考えていくと、なんとなく面白いことができそうな感じはしますね。そうですよね、うん、で音声で本当はあの音声で聞いたら音声で答えてくれるみたいな、はい、そのうちそういうふうになってくると、あの電話の数が激減すると役所の方のできる人が、まあ、そうですね、まあ、音声データはそのままクラウドに食わしてしまって、そこからちゃんと我々こう行政マンが文字情報として見ることができるだとか、そういうのができたら面白いですよね。そうですね、留守番電話10件入ってるとかってまず分かんないですよね。うん、そうなんですよね。っていうところがありますね。で、今は、報告者名っていうところで、はい、今ですね、一応報告者のお名前言いたい場合ですね、自分のところに連絡欲しい場合に報告者の名前と、あと報告者の連絡先を書いてねっていうところの欄を今作ってるところです。はい、まあこんな感じで、あの一からやってもなんとかできるっていうそういう感じで作ることができます。もうだんだん終わりが見えてきてますけれども、はい、多分あと3分ぐらいで終わると思うんですね、はい、ここの中で行政の方っていらっしゃるんですか？行政の方、あ、一人？お一人？マジ？行政の方お一人ですか？寂しいな。これぜひね、あの
さまざまな行政の方々にクラウドとはっていうものを見てほしかったですね本当はね、あの住民の方々もですねぜひですねあの行政に対してあの声を上げていくっていうのは僕が言うのもなんですけどすごく重要なことだと思ってます。あのぜひこういうシステムだとか便利なものを見たときにはですねぜひこうクラウドを使ってもっとその住民サービスをしてくれよとかっていうことをですね、行政に対して訴えかけていくっていうのも非常に重要なことなんじゃないかなというふうに思います。はい、ありがとうございます。で、そうですね、今で今度大体作れましたか。そんなめちゃくちゃ正確じゃなくても大丈夫です、はい、頑張りますここはい、はい、今最後のフィールドを多分打ち込んでます。はい、はい、できました、ありがとうございます。できましたじゃなくてあの上であのフォームを、はい、保存していただかないと。はい、あ、そうでした、フォームを保存します。はい、で保存されましたっていうところで、あと設定ですね、一番タブの設定いただいて、はい、緯度と経度を入れるのでちょっとあの小数点が桁数少なくなっちゃうのでそこの設定で高度な設定に行っていただいて、そしてもう東京から遠隔審査と書いてますけど、はい、で、小数部の桁数が今4になっていると思うのでそちら8に変更していただいていいですか。あ、ここですね、見にくいかもしれないですが、はい、これですかね、はい、そうすると結構細かくできるので緯度経度が細かく出るというところで、保存して大丈夫ですか。はい、はい、で更新、あとアクセス権を僕につけていただかないと東京から遠隔で入れないので。わかりました、遠隔でぜひお願いします。アプリの、そうですね、そこにありますので、アプリのアクセス権、はいはい、で本当はダメなんですけど今ちょっと便乗全員にアプリ管理というところにチェック入れていただくと、はい、はい、キントンを使うユーザーは全部このアプリを管理できるのでこれで OK です。あ、これで保存ですね、はい、はい、ありがとうございます。はい、はい、公開をします。でこれで運用が開始された状態で一回ちょっとあの中 見せていただけますか。あのプラスっていうところを押していただいて、はい、で今作ったのがちょっと見にくいんですけどこんな形です。上にですねあのここ写真、あ、こうもうちょっと下で、はい、写真をまず貼っていただいて、で貼ると同時に緯度経度をこう入れていただくっていうそういう形になります。でこれは今からやるんですけど、でもちょっと下お願いします。で状況説明で、いろいろ言っていただいて、その下に要望として困難があればっていうところと、その下に場所はこの辺で、まあ、一応あの、ね、あの GPS では分かんないとか自分で書きたいっていう人がいるとかあるん で、あと緊急度の方でどれぐらいの緊急度がこれが必要な情報かっていうことと、あとは報告者の名前と、もし連絡してほしかったら連絡先を書いてくださいというところと、あとはあの職員記入欄でありますけど、これはあの中の均等の中、あの行政の中だけで使うというフィールドとして、作ってます。で今度はですね、これを使ってこのままでも、ログインすれば使えるという状態なんですが、これを外から入れられるようにというところのデモを今からやります。でここから、相馬さんに交代と。よろしくお願いします。はい、受けたまわりました。ライブってやっぱりいろんなことがこうあるんですね。昨日ですね、僕はガブテックカンファレンス、ボリューム2っていうですね、実はイベントに出てまして、ちょうどですね、こう、まあ、キントーンを使うっていうのもそうなんですけども、やはり今後ですね、行政についてもこうクラウドの活用だとかをですね、どん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 やっていって効率化していかなければならないと、まあ、そもそもこう住民票を紙でこう出して、手続きをするっていうこと自体がもうそろそろ不毛ですよねっていう時代になってきてると思うんですね。そういうことをですね、もう話をするっていうので昨日ガブテックカンファレンスってやつに出てきてるんですけども、どうやらですね、災害レポートがもう出たので、まずこっちの方にまた話を移していった方がいいですね。はい、で今、相馬さんが東京から遠隔で支援しているという想定でいきます。でこれで、これを地図に出して投稿できるようにしたいんですけどって要望が来ました、そういう感じですね。はい、承知しました。
よろしくお願いします。はい、了解です。で、今アプリの権限いただいたので自分もアプリに入れるんですけど、先ほど追加したこの見えますかね、ちっちゃいんですけど、この何も書かれてない空間に緯度と経度、入力された情報をもとに地図を出そうと思います。こちらキートンで JavaScript CSS カスタマイズができるので、Google マップの API を使って、やろうと思います。で、非常に申し訳ないんですけれども、ここはちょっと3分間クッキングでどんどん添付していこうと思います。こんな感じで あらかじめ作ったテンプレートっていうか、ソースのサンプルコードとかがあるとですね、それをそのままアップロードすると、割と適用できちゃったりします。で、今回の場合はですね、実は僕も最初相馬さんにサンプルコードを作ってもらったんですけど、そのサンプルコードで、フィールド ID の名前を合わせるだけで、どのアプリにやっても地図表示ができるとか、どのアプリにやっても、携帯から地図が入力できるようになるとかっていうことがあって、その辺って非常に応用性が広いっていうところが言えるんじゃないかなと思います。こういう JavaS のサンプルコードとかを、マーケットプレイスみたいな感じで公開している場所とかってキントンさんというかサイボーズさんであったりするんですか？一部パートナーさんが公開してたりします。あ、なるほど、そういうことなんですね。で、我々がやるとですね、動かなかった時に怒られるっていうこの辺行政と多分同じなんですけど、そうなるほど、なんかやることに責任を持てみたいなこと言われて、いやサンプルなんだからっていう、そういう感じなんですけど、まあ、その辺が効かないです、ね、なるほど、とりあえずこちら適用が完了しました。せっかくなのでスマホの画面で見せたいと思います。ちょっと便宜的にこちらでスマホ表示をさせていただきますけど、よいしょ、はい、スマホで開くとこのような形になります。で、レコードを追加させていただくときに、よいしょ、はい、現在地すぐ取得できるようにこちらもカスタマイズして押すと、よいしょ、はい、入りましたね。現在地の位置と経度がそのまま入っている形です。ちょっと他省略しますね。で、このまま、できたら保存ボタンは iPhone X だとちょっと大きすぎるので出てきた、はい、iPhone 5にするとこんな感じで保存されて、この緯度と経度の情報をもとに地図ですねが表示されています。で、一覧画面に戻った、こちらのデータが登録されているとレコードっていう形で件数がどんどん溜まっていくんですね、この下に。で、それを全部ここの上で表示するというふうなカスタマイズになってます。はい、ネット上に、そうですね、はい、で、これ、すいません、お客さんじゃないですね、被災者の方から被害報告をしていただきたいので、このフォームブリッジというものを使ってそれを実装していきます。まずは、初めから作成をして、どのアプリに登録をさせますかというところで、よいしょ、よいしょ、このアプリですと、よいしょ、で、外部のサービスになってしまうので当然データのやり取りが発生するので、必要な権限をこのアプリに与えてあげるための、まあ、認証情報ですね、エンジニアの方は分かると思うんですけど API トークンをこのアプリに発行します。よいしょ、はい、で、こちらに認証情報を貼り付けて保存と、そうすると Kintone のアプリからフォームを作成しましたともうすぐ出るので、じゃあどんなフォームにしようっていう編集がこちらになります。で、先ほど見た Kintone に追加したデータのフィールドっていうのがもうすでにこう入っている状態です。はい、こんな感じですね。下消し、職人記入欄消しといてください。そうですね、消しましょうか、はい、削除、はい、これは外からはいらないので、はい、こんなもんでいいですかね、情報的には。ってやると住民からの情報はここから入るけど、職員がやり取りした記録っていうのはこっちには見えないっていう。なるほど、はい、で、続いて、位置情報を簡単に取得できるようにしたいので、こちらもちょっとカスタマイズを加えさせていただきます。同じように JavaScript を利用するで、3分間クッキングしたものを載せます。これはあれなんですよね、Kintone の純正機能ではないってことなんですよね。これは外部サービス、外部サービスってことなんですよね。はい、まあ、元々細胞と資本関係があったっていうか、正確に言うと元僕の上司だった人が独立してた。あ、なるほどなるほどなるほどそういうことなんですね。スピンアウト組が作った会社で、はい、
非常にあの月額何千円とかっていう単位でこのインターネットに情報をオープンできるっていうこういうツールを作ってもらってます。本当それは1ライセンスあたりとかっていうことですか？いやこれねあの全部なんですよ。あそうなんですか。で1ライセンスじゃなくてあの、まあ、100人で使っても同じ値段っていう。はあ、はい、まあ、あまりって多くなるとあのサーバーを追加したりとかその辺が出てくるんですけど、なるほどなるほど、基本的には非常に安く使えることができるサービスですね。あ、じゃああれなんですか、ここで公開しているということは、ここの会社のサーバーにアクセスをして見せているというような。そうですそうです。正確に言うと裏側はサイボーズはあの独自基盤で動いてますので、日本国内の2カ所のデータセンターにサーバーを置いてますね、はい、でこちらの豊久保さんのサービスの場合はベースが AWS です。あ、なるほど、で逆に入力が課題になったときに AWS のこのサーバーを、何時間だけ増やすとかっていう設定を簡単にできますので。なるほど、まあ、災害対応に関しては非常に強いシステムをすることができますね。はは、例えばこういう外部サービスを使わないで、当庁で、自前のサーバーで立ち上げたいとかっていった場合はどうなるんですか？REST API を使えばできることはできるんです。あ、なるほど、 REST API を使ってっていう話なんですね、はい、できるんですけども、はい、まあ、災害対応時とかっていうキューバーになんとか耐えられるっていうものではないかなと思いますね。なるほど。であとはそもそも例えば役場のサーバーが持つかっていう問題があって、例えば緊急避難とかっていうふうにして落ちちゃったらこれ意味ないですから。まあそうですよね。どっちかというと役場のページは空にしといて、その中に iFilm かなんかで、AWS つけたこいつの基盤を打ち込むという方がまあ、全然実用的に使えるんじゃないかなと思います。ということでできたんですか？はい、ライブコーディングの恐ろしさですね。緯度経度を簡単に入力できるようにボタンをつけたんですけど、ボタンが表示されないあれやっぱりこのサイト使うんだ。読めるか。ちょっとすみません、あの位置情報を数値で手入力するっていうアホな状態になってるんですけど、今はちょっとこれ QR コードでもし読み取りができたら先ほどの公開されているところに行くと思いますので、そこからちょっと情報を入力してみてもらってよろしいでしょうか？あ、表示されましたね。はい、緯度経度これゼロってなってますね。私も来ました。緯度経度手入力、あの本当はカスタマイズでボタンを押したら皆さんの現在位置で登録できるようになってたんですけど。それを言ってたんですね。はい、そうなんですよ。あ、本当は皆さんのスマホのある場所になります。なるほどなるほど、はい、この辺、はい、この辺大体どのくらいですかね。140点移動経度があれですね、大体135-42.3とかぐらい。135-42.3、あ、それ内地の北海道の方はやっぱり140台ですね。あ、大変失礼いたしました申し訳ございません。内地ってな、やっぱ本州目線になるとね、こうね地方の切り捨てだなと思いますよね、やっぱね。こんなに言われます緯度経度で大丈夫ですかね、 QR コードは大丈夫ですかね。 QR コード大丈夫ですね。じゃあちょっと閉じさせていただきますね。よいしょ。来られる方はあの前の方に出てみてください、ね。ちょっと皆さんが入力した情報があるかどうかを。皆さん QR コードは取れましたでしょうか？大丈夫ですか？大丈夫ですか？あ、誰か送信してくださってますね。回答こちら。あ、入れました僕も、ね。ちょっと一覧画面でも見ちゃいますね。画面が小さいので。PC 画面。2件目。あ、誰かテストでここって言ってくださいね。ちょっと緯度経度が入ってないので、今地図表示ができないっていう状態になってますね。多分どんどん加われば。お、いろいろ加わってきてますね。よいしょ。激アツ状態です。やばみ。マジですか。めちゃくちゃ嬉しいですね。たくさん入れていただいてありがとうございます。5件入ってます。っていう感じで、まあ、インターネット上からこれで、場所入ってる。クローズドな、均等のシステムの中にデータが入ってるっていう、こういう状態。これあれですね、皆さん緯度と経度、緯度と経度逆にされてるので地図がとんでもないことさします経度緯度にした方が良かったですかね、ニューヨークは。皆さん経度から入れますから状況説明やばめ、その通りです。やばいですね、何もないところで被害起きてるんでこれちょっと大変ですちなみにさっきやったテストではあのちゃんと表示されてたんですけどね、緯度経度のボタンできましたできましたとかってなってましたよね。あれって
一応ちゃんとした感じになる と、こんな感じに、場所と、まあ現地の写真が載ってるっていう感じですね。はい、はい、緯度経度がちゃんとあれば、はい、ではですね、次は、オープンデータを取り込んでそれをインターネット上に公開する、地図上で公開するっていう、そういう、デモをまた白澤さんにチャレンジしていただきたいと思います。はい、北海道森町の、はい、森町のオープンデータですね。はい、でとりあえずここに、これここから全部コピーしてください。すいません、つなげて使ってください。で、分かりました。オープンデータのサイトに行ってください。マイクのスタイルがもうあれですね、ライブ感出てますよ ね、 もうね、松山千春か違うか分かるぐらいね。すいません、入れました。あ、はい、一番下の方に行っていただいて、はい、緊急避難場所一覧というやつがあります。緊急避難場所一覧、あ、そうです、はい、すごい、そう、それをダウンロード、これはもうインターネット上にオープンになってすぐ探せる。そうです、すぐ使えるデータですね。ところがまあ CSV でこれが保存されてて、まあ、場所も分かんないし住所で出てるっていうところになってるんですね、うん、で、このデータを、使いまして、こんな感じでなってます。で、緯度経度入ってるんですよね、これね。そうです、入ってます。それはあのデータセットのあれで決まりがあるってことですか。はい、あります、はい、で、これをそのままあと地図に反映させます。シースミだとそのまま読めてて、はい、あのファイルのままほっとくって大丈夫です。で、キビトンの画面に戻っていただいて、はい、でアプリを作るボタンでプラスで、はい、無理無理初めからじゃないですか。あ、締め、CSV を読み込む、 CSV で読み込むんです。あ、はい、じゃあ CSV を読み込んで作成、はい、押します。で、今ダウンロードしたデータを、はい、読んでください。はい、開始するからですか。はい、で、これいくつかのチェック事項があるんで、はい、OK だったらチェックボタンを全部押すと、アップロードへ進むのボタンがあります。はい、アップロードです。はい、どうぞ。すいません、無になってました、僕今ちょっと物を見てました、すいません、すいません。いや、行政は、はい、その災害時、最初のフィールドタイプのところで、緯度と経度だけ数字にして、ちょっと簡単にっていうかですね、いろんな自治体の方がいらっしゃるので、なんとも言えない部分ではありますけど、統計的にはですね、今一応そういう方向に進んでます。その通りですね。はい、はい、そうですね。やっぱり日々使っているツールを災害時に使うっていうのが非常に重要になってきますんで、ちょっとサイボーズさんのセッションで言うのもなんなんですけど。某緑色のあるじゃないですか、よくボットとかよくある誰
かマイク奪ってあそこのやつとかはですね、うちの町ももう通常使いしてて、災害時に、そこに、はい、緊急連絡で情報を出すっていうことをやってますね、今は。はい、はい、いや、とんでもないです。ちょっと僕も無になってたので、ちょうど。ありがとうございます。今ですね、フィールドタイプを読み込んだ CSV にフィールドのタイプを、ね、数値とか文字列とかって指定したところです。で、はい、これを読ませてあげます。はい。変えました。作成します。はい。OK。ってやるとですね、今これ開いていただくと、もうリストになっている状態になります。まあ、こんなに簡単にできちゃうっていう感じですね。で、これをさらに、相馬さんの方にサポートしていただいて、地図で表示させるっていう、先ほどと同じようなことを、今やっていただきます。ということで、差し替えて。これすごいですね、地図に表示させる、ちょっと言い方悪いですけど、だけの話なんですけど、現実的にはですね、やっぱり一個一個プロットするのも大変ですし、こういう行政の方でやっぱオープンなデータを出してて、ボランティアベースで何かをやられたいとかっていう方々がこういうものを利用していただくっていうのも非常に有効な感じもしますよね。はい。で、先ほどと同じように今ですね、JavaScript の、まあ、同じ、実はさっき使ったのと全く同じ JavaScript をこう放り込んでます。要するに多少フィールドのあれが違おうと、違うアプリであろうと、要するに、緯度と経度の番号さえ合わせてあって、基本レイアウトが同じであれば、全部にこう適用できるっていう、そんな形になるんで、まあ、カスタマイズがほとんど手間がいらないということですね。ちなみに僕は同じスクリプトを昨日10個同じものにて、全然違うアプリに適用しましたけど、全部同じスクリプトでいきましたまあ、僕に書き換える能力がないっていうだけなんですけども、そんな感じでいってます。で、今はですね、そうだ、フィールドコードを変えてます。緯度と経度のフィールドをルットラットでした、ルットリングだに、今変えてますね。で、地図の表示スペースを、作ってあげて、そこのスペースに ID をマップっていうふうに指定してやると、結局この過程が先ほどやったのとほぼ同じになるんですけど、ここさえ合わせとけば、同じ API でいけるという感じ。アプリ名何にしましょうか。アプリ名は、緊急避難場所一覧でお願いします。これどうしてね、ステージ上のデモの時って誤字脱字を繰り返すんでしょうね、本当に。僕もよくやるんですけどね。森町ですね。出ました。これで出てますね、早いですね。はい、まあこうすると結局オープンデータのサイトから持ってきたやつを10分ぐらいで地図上に全部プロットできるっていう、うんうんうん、そういう感じになります、ね。そうですね。はい。オープンデータのやっぱり利用方法としては、まあ、一番分かりやすくて使いやすい。まあ、こういうところからね、住民の方々ベース、まあ、我々行政も当然情報っていっぱい出していきたいなと思ってますけども、それ以外にも住民の皆さんが気づいた情報、例えばここの避難所のここには、どういう物品があるよとかっていうものを、まあ、プロットするのに、ボランティアベースで何か打つ入力フォームを作るとか、そこも結構簡単にできるのかなというふうに思います。はい、ありがとうございます。相馬さん、この API って作るのって、はい、実際にこのスクリプト作るのどれぐらいかかってます？この地図を表示するだけであれば4時間ぐらいですかね。はいはい。で、この KViewer、フォームブリッジ、先ほどのフォームブリッジの方がだいたい1時間ぐらい。1時間ぐらい。はい、で、この後出てくるのが 1.5 時間ぐらいとか、そんな感じの分量です。うん、なるほど、なるほど。1からスクリプトを作り始めたとしても、1日以内で全公開っていう、うんうん、そういう感じになりますね。非常にスピーディーに行うことができますというところで、じゃあデモはこれぐらいという感じで、なんかありますか。いや、KViewは。こういう JavaS があれですね、GitHub とかに上がってるとなんか使いやすいなと思いますよね。
今日のやるにあたってですね、一応あのサンプルで作ったものがあります。で、今見ていただいたのがこれの中のですね、被害報告レポートっていうやつとですね、あと緊急指定避難場所一覧というやつがこれに当たります。で、それをですね、例えばインターネット上から入れる時に、フォームを作ってですね、あの一般の方からの被害報告レポートの報告っていうところがこんな感じでフォームが作れますよっていうところを、デモさせていただいたわけですね。で、実際にじゃあこれがどう表示されるかっていうところで、先ほどの K ビューワーっていうのを使って、実は同じぐらいの時間というか、それより短い時間で作ったデモがあるんですけれども、それがですね、被害報告一覧っていうところのデモ画面がこちらになります。僕があのデモデータを入力したんで、被害が船橋方向に集中してますけど、僕船橋市民なんで、特に船橋に恨みがあるわけではありません。というか船橋頑張ってっていう感じです。これいいですね、この被害状況報告のやつとかっていいですね。そうですね。で、これが今インターネット上からこう見えてるところです。皆さんにも、見ていただきたいと思いますので、実は QR コードをあらかじめ作りました。で、被害報告一覧の QR コードはこれになります。ちょっと大きくできるかな。よろしかったらちょっと読んでみてください、これ。全然あの舞台の上とか上がっていただいて大丈夫です。登壇者がこっちにこうなんかこうやるって新しい姿ですよね。なんかね、ライブ感ありますよね。ライブ感っていうの職務忘れてる。あ、これは今見るタイプなんですね。そうです、そうです、そうです。見えました。見るタイプですね。それからあのさっきの緊急避難場所一覧というやつを公開したデータが、同じ CSV から作ったやつを公開していたデータがこちらから見ることができます。この辺も後でじっくり見たい方はちょっとタブを変えていただいて読み込んでいただくと。これね、Code for Japan さんもこう関わられているマイシティフォアキャストでしたっけ、あとフィックスマイストリートだとかと、同じようなことが均等でもできるっていうことですよね、これは。そうですね。でもいいですよね。それぞれのやっぱアプリケーションっていうか、システムの特徴ってあると思うので、一個にこう偏るっていうものでもなくて、自分たちの使いやすいもので同じようなものをこう使っていけるっていうのはすごくいい流れかなっていうふうに思いますよね。はい。で、皆さんは携帯から見てると思うんですけども、スマホからこの画面、緊急避難一覧がもう見えてるっていう状態になります。で、このツールのいいところはですね、例えばこれ今緊急避難場所一覧のツールをただ CSV で読み込んでやっただけなんですけど、例えばそこにプロセス管理とかを足せるんですよね。で、そうするとここが満杯になったっていうステータスをこう変更ができて、中のシステムでステータスを変更したやつをリアルタイムでこっちの方を更新できると。だから空きがあるとか、ここに例えば、支援の必要な障害者の方が何人いらっしゃるとかっていうこともこう集計することができるようになりますね。で、さっき山口さんがおっしゃったですね、こちら、この例えば緊急タスク管理っていうところとかですね、これ要するに役場の職員の方がタスクを管理するという、例えばこれの場合は均等の中でしか使えないんで、ID とパスワードを入れた画面でしかこう中が見れないという形にこうなるわけですね。で、これを開くとですね、例えば、先ほどこれ打ち合わせしてないんですが、測ったように言われたまま書いたっていう感じなんですけど、役場から避難所へ紙おむつを運ぶっていう、そういうタスクが発生してますと。で、でこれ締め切りを設定してますね。それからステータスとしては担当者が認識してるよっていうステータスの画面もこう入れてみました。で、緊急度大至急 でやることは役場に届いている支援物資から紙おむつを各避難場所へとりあえず12アドレスずつ運んでくださいと、こんな感じで行くんですよね。そうです、そうです、そうです。はい。で、均等のアプリを入れている行政職員の方だったら、これ例えば担当者で指定されると通知で来るわけですよ、ポップアップの。
でポップアップの通知で、あ、俺に仕事来たって見て、これ見て、できなかったらこの画面に入ってきて、例えばアットマーク山形とかって書いて、山形さんこれ行けますかって、また山形さんの方に、要するに SNS 的な使い方もこう同時にできるっていう感じになるんですね。で、これを、指定された権限というかアクセス権に従っていけるっていうところが、もともとはサイボーズグループウェアの会社で、グループウェアのアクセス権のベースっていうのをキントンで全部積んでますから、うん、これあのサイボーズガルーンという大規模向けのグループウェアと同じあのアクセス権というかディレクトリー構造ですね、そういうのを積んでるんで、要するに組織で動くってことをこう前提に作ってあるわけです、うんうんうん、で中のプロセスっていうのはこれで回して、でそれでもって、市民の方とかに情報提供するっていうツールを外でこう足すっていう、そういう使い方ができるっていう。これステータスの部分とかっていうのは、はい、開いた瞬間、まあ、いわゆる LINE さんだとかの、既読みたいな感じではなくて、見た瞬間に自分で今ちゃんと認識しているよとかっていうのを選択する感じになるんですか？どっちもできますね。なるほど。これの場合はちょっとあの単にステータスコードっていうか、あのフラコードフィールドとしてこうつけただけなんですけども、うんうん、もう一個ですね、被害報告レポートっていうやつのさっき作っていたやつの発展版なんですけど、うん、これについてはだからこれをつけるとワークフローの形でこう出てきます。ですので、うんうんうん、こういう被害情報があって、これはあの千葉市の電柱折れちゃったやつなんですけど、千葉市の中央区っていうところでこう出てるんですけど、これを例えば担当者認識済みっていうふうにしてこう実行ってすると、次の担当者のところにこう済むと。でこれ担当者の名前が入ってるときにはそこに通知が行って、これ後戻りしないっていう、そういうプロセス管理になります。これはあれですね、普通に住民の方からの情報だけじゃなくて、庁舎内でもそのまま転用できそうなシステムだなって今思ってみてました。そうですそうですそうです。本当に言うと、なんか災害時だけ使うっていうんじゃなくて、うん、本当はあの普段使いしてほしいです。あ、そうです。先ほどねこうご質問でもありましたけど、やっぱその通りですよね。普段使いしているシステムじゃないとやっぱ使えないですよね。はい、っていうところで、まあ、こういうやつも本当はあの普段からもうボコボコボコって上げてやってですね、うん、要するに災害になった時にこれにフィールド足して、でそれで現在状況を更新するとか、うんうんうん、っていう使い方ができれば、行政としてはものすごい早い対応になります。ですね、うん、でね、ホームページ見てくださいねだけでこう、うん、相当あの来る電話が半分になったりとか、うん、あの支援物資がちゃんと行き渡ったりとかっていうことがこうできるようになるとい感じかと。ちょっとまあ手前味噌の話になるんですけど、ヒグマップっていうシステムがあってですねこれちょっとキントンは使ってないんですけども、同じようなもので、普段使いで、うちの職員がですね、ヒグマの出た場所をプロットしていくとウェブに公開されるっていう仕組みになってまして、まさしく今と同じ設計思考のものが今当庁でも動いているような状況ですね。ありがとうございます。ヒグマップもこっちに変えてくださいよあの余談なんですけれども、実はCode for Japan サミット、今回あの初めて発表しましたサミットアプリのデータの管理画面、アプリの方はサイボーズさんを入れさせていただくとすごく楽だということが分かりまして、はい、あの来年はしっかり取り組むというふうに開発の担当者が言ってましたので、はい、あのそうですね、あのウェブ と、アプリと両方ともまあ並行して開発をしてたんですけれども、今はデータベースが別々ですと、でそれを簡単に一つにすることができるっていう、お話、ちょっと実は、時間が全部は間に合わなかったんですけれども、でもすごく、やっぱりデータベース側を管理するのは楽だと専門家が申しておりましたのできっとそうなんだなと思っておりますありがとうございます、そうですね、あと時間が15分ぐらいになりましたんで、ちょっとですねおさらいと、まあ、キントンの機能とその他にあの災害対応でどういうことを今までやってきたかということをちょっと説明させていただきます。でまずですね、あの今まで見ていただいたツールですけど、特徴としてはですね、データベースが簡単に作れる、これデモした通りです。で最後にお見せしたやつで、要するにワークフローみたいなこのプロセス管理を簡単に作ることができて、でそれでコミュニケーションで通知を送り合ったりとか、でそれによって議論を深めたりとかっていうことができると、要するに仕事をする時の流れっていうものをできるっていうのがこのキントンっていうツールで、ドラッグアンドドロップでデータベースが作れたりとか、あとはExcel から作れたりとか、テンプレートで作れたりとかっていうことができます。でそれからワークフローの経路が消せて、それからコメントが書けて、あとはですね、あのコメントを書いて履歴とかデータベースの先ほどのデータを誰が入れて誰が変えたかっていう履歴も自動的にこう記録していくようになります。ですから、このフラグを誰がいつ何時何分に変えたのかっていう記録も全部残っていくっていう、そういう形になります。
でスマホでも、自動的にレイアウト変更しますよっていうレスポンシブルですよっていうそういう感じですね。それから、プラグインと外部サービス連携っていうところでインターネットからこう出せたりとかインターネットから情報を入れてきたりとかっていうことがこうできるようになるっていうのが、まあ、あの主な機能というところになります。詳しい情報はあの隣の方で展示をしておりますのでぜひあのカタログとかいろんなものを持って帰ってください。で、宣伝ここまでと。で、それからですね、まあ、私たちはもともとですねサイボーズ結構災害支援とか、安いライセンスとかっていうの結構出してます。でなぜ出してるかっていうと我々はチームワークあふれる社会を作りたいなっていうふうに思ってて、で、先ほど の, あの説明冒頭の説明でも災害というのはチームワークだっていうことを言ったんですけど今まで見たらこう二人三脚でどうっていう感じじゃなくて初めての人たち同士でもチームを組めるような、そういうものを僕らとしてはチームっていうふうに定義してます。でその人たちが目的に向かって、仕事を役割分担をして仕事をしやすいようにっていうツールを作るのが、まあ、我々の役目だと思ってます。でそういうチームがやっぱ必要になってくるのってやっぱ災害時なんですね。で、例えば熊本地震の時の例っていうのは、これは、これですね、あのサイボーズは実はツール提供しただけで、もともとはサイボーズのパートナーさん方が、コミュニティキントンカフェっていうコミュニティを作ってくれてるんですけどそのコミュニティの有志の方々が手を挙げて俺たちが、支援のツールを作るから、サイボーズは、あのちゃんとライセンスだけ提供しろっていうのであはい喜んでっていう形でこう提供させていただいたわけですね。でその時にはこの罹災証明ですね罹災証明書、まあ、発行状況が、まあ、房総半島の方でも遅れているという話がありましたけどそういうものを、これ2日ぐらいで確か作っている画面僕横から見てただけなんですけども罹災証明書を発行するというそういうシステムを作ってこれを熊本市に、提供したということがあります。でそれからあの柴田っていう人間がいましてですねこの人間が結構スーパーボランティアでですね、被災地に、ね、あの災害が起こるともうほぼ必ずですほぼ必ず現地に1週間以内に入って現地の社会教育、協議会ですね社協に入り込んで、ボランティアを募集してボランティアを整理するっていうツールを、こう作り上げるっていう活動を必ずやってます。もうねあのアメリカにいても帰ってきてそのまま現地行くとかっていう超パワフルなことをしてくれるんですけど、まあ、彼もキントンを使いながらこういう、いろんな活動をこうしてくれてます。でこれのツールとしてもキントンはこう使われています。それからもう一つでこれ緊急時じゃないやつでチーム応援ライセンスっていうのがあります。チーム応援ライセンスは何かっていう と,、非営利の団体が、社会課題の解決に向けていろんな活動をされている非営利の団体 NPO 法人とか非営利型の一般社団法人とかありますけれどもそういうところに対してライセンスを300ユーザーまで、年額9800円で提供するっていう、まあ、なんか値引きとかそういう問題じゃなくてほぼ破格値っていうところですね。本当に買ったらあの100倍ぐらいいっちゃうんですけど、っていうそういうあの大盤振る舞いのライセンスをこう出してます。でこれによって、まあ、あのもちろん NPO 法人で災害対応とかっていう時にはもちろん使っていただきたいんですけどもそれだけじゃなくて町内会で使われている例があったりとか学校の PTA で使われている例があったりとか実は白澤さんもあの活動で使っていただいてますよね。そうです、子どもたち夏休みに子どもたちが集まって、夏の活動場所として、居場所作りをしています。でそこで子どもたちの出欠の確認ですとか親御さんとのやり取りあとは例えばアレルギーの情報であったりだとかあと、ちょっと悩みがあるんだけどという形でカウンセラーに相談をしたりとかっていうような機能をつけさせていただいてます。すごくあの権限を一つ一つで分けやすいので簡単に設定をさせていただいてます。はい、ありがとうございます。あ、9900円って書いてあってごめん、300ユーザーまで9900円です。で、このライセンスについてお問い合わせとかある方はあのブースの方で、対応しておりますので、ぜひいらしていただければと思います。申し込みフォームとかあるんですけどでそれからあと自治体といろんな連携協定を結んでます。神戸市さん、八尾市さん、松山市さん、市川市さんというところで、まあ、これだとこの後もいろいろ増やしていくっていう予定ではあるんですけども、まあ、災害の対応であったりとかあとは市役所の中の働き方改革に対するこう連携であるとかであとは、地域のシェアリングエコノミーをなんとかしていきましょうということであったりとか珠洲市の場合は、まあ、これ珠洲市まだ出てないですけど場合は SGTs で、提携を組もうというそういう動きとかもあったりはこうするわけですね。で、サイボーズはですね災害時に大体特別対応を毎回してます。
で大きい災害の時はこうアナウンスで出すんですけども、まあ、小さい時はなんかあと宣伝と受け取られても嫌だなと思って一時出さないんですけれども、まあ本日使用していたあの下キントーンはですね、特別なアナウンスがなくても個別のご相談で、一定期間無償提供というのは行ってますので、それあの気軽にお問い合わせください。もちろんダメな場合もありますけれども、大体あの災害とかそういう緊急の場合というのは結構あのフレキシブルに対応しています。それから今日あのインターネットに出すとインツールですね、フォームブリッジとか K ビューアーっていう豊熊さんから出していただいているツールですけど、この辺も同様の対応をしてくれるという話をいただいてますので、まあ、サイボーズに一括してこういうことをやりたいんだっていうのをご相談いただければ、我々の方で交渉とかつなぎとかっていうのをさせていただきます。で、その際にですね、今日作成したもののベースっていう、後で僕がデモした方のものですね、このデモした方の災害対応テンプレートも合わせて提供できればいいなというふうに思ってます。もちろん完全に動作するものじゃなくてですね、こっちもあのまだブラッシュアップしなきゃいけないところたくさんあるんですけれども、まあ、そういうことも含めて、皆さんで共同でなんかブラッシュアップしていければいいなというふうに思ってますので、ただ災害時の話ではなくて普段からシビックデックな活動でNPO とか非営利法人とかで活動していらっしゃる方はぜひあのチーム応援ライセンスで作っていただいてっていう経験があると災害時にはババッと今みたいにですね1時間ぐらいでシステムできましたっていうことがいざという時にこうできるようになるのでぜひともお願いできればと思います。でこんな感じでテンプレートいろいろ作っておりますのでこの辺が使えるようになるというところです。あとですね、今日作ったシステムもまだちょっと不安定なところがあったりとか、あとはですね足りないところがあったりとかっていうところが結構あります。であるところでもしよろしければの話なんですけどこの中からですねこういうことをですね、これ開発してみたいよとか続きやりたいよとかあそこ俺だったらもっとうまいこと出せるぜみたいな方がいらっしゃったらぜひあのお声かけください。あの飲み沢寺の Facebook でメッセージいただいてもいいですし僕この後ここにこの辺にいるか、ブースにいるかなので来ていただいて、お名刺とか交換でも全然構わないんですけれども、そんな形で、一緒にこのシステムっていうのをテンプレートっていうのを作っていただける方っていうのをぜひとも、募集して皆さんでだからやっぱ普段から触ってるといざっていう時にもっと触れるっていうことになりますんでその辺が、できていければなというふうに思っておりますと。いうところで一応最後からのアナウンスはこれまでということになるんですけど、最後にあと5分ありますのでコメントをちょっといただければと思います。白澤さんから言ってみましょうか。一番大汗かいたと思います。一番大汗かきました。冷や汗かきましたが、一応あの形が私でも作れるかなというような感じがありました。はい、あとは、サイボーズさん、その夏休みの居場所の授業の時もそうだったんですけれどもあのやっぱり使われている方がボランタリーあふれる方がすごく多くてわからないことをあの親身になって教えてくださる方がすごく多いのであの非常にありがたくて、使いやすいなというふうに思っています。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。じゃあ山口さんお願いします。あ、はい、次の次かなと思ってたんで何喋ろうかなと思ってたんですけど、身内は後っていう。なるほどなるほど。いや、本当にですねさっき今お話聞いてても正直な話ですね僕ここに立ってる実は必要性がなくてですねっていうのがサイボーズさん使ってないんですよ、うちの町。で今これで売り込まれてて、あ、大したいいなと思ってですね。ちょっと本当に来年度予算が、来月ぐらいから始まるんで、ちょっと検討してこう、ちょっとまあちょっと頑張って検討してみて行こうかな。建設家とかやっぱいいですよね。さっきのやつはすごいいいなと思って見てました。道路の修理とか補修とかも使えます。そうです。はい、そのままね災害時にね住民の方に公開してこう情報収集するとかっていうのも職員も見慣れたインターフェースでできちゃうのですごい便利そうだなっていうふうに思って見てました。はい、あとあの虐待の情報の共有とかでも使ってらっしゃる。なるほど。そこは無償でうち提供してるんですけれども。なんか噂によるとサイボーズさんはこうハッカーをなんかハッキング大会とかやってこうセキュリティをこう担保しようとして頑張ってるとかっていう話も聞きますんで、まあね、実際がこうクラウドを使うにあたっても当然国内サーバーでしょうし、はい、すごくいいなっていうふうにはこう見てても思ってました。はい、ありがとうございます。だからその辺のセキュリティの話とかは開発者じゃないんですけれども
そうですね、まあ、国内にデータセンターがあるっていうところで、もちろんその災害時どっちかがダメになっても大丈夫なように冗長性対応とかもしてますので、まあ、そこら辺はそうですね、対応していくんですけど、僕個人的に、千葉の印西市に住んでおりまして、で母親がそっちにいるんですけど、で白いに、母方の姉がいて、でニュース見た時に千葉県最初そんなデータなかったんですけど、母のところは停電してないけど母方の姉は停電してるから母方のところに来てみたいなところって、で母って当然 IT 知識ないんで来なかったんですよ、 LINE も何も。だてっきり大丈夫だと思ってこの前帰ったら実は停電で大変だったんだよみたいなこと言われてえみたいになったので、なんかそういう情報がこういうのを使っても手軽にパッとできるようになるような世界になればいいなと思っています。はい、ありがとうございます。まああれですね、今の停電の話もそうですけど、まあ、この間東電さんの方、東電がですね、全部復旧したよって言ったけど、ここも復旧してないじゃんっていうのがもう上がって今ちょっと炎上っていう感じで千葉県になってますけれども、まあ、あれ別に東電さんが嘘をついたわけじゃなくて、東電さんとしてはメインの送電線が全部通ったから OK っていう判断をして、要するに東電さんのステータス上ではオールグリーンになってるからもうなくなりましたということを言ってるわけですね。ところが、まあ、小さい電柱からその小さい引き込みがあったりとかっていうところは、まあ、今のところスマートメーターとかちゃんと稼働してないので、まあ、稼働してないのも悪いんですけどっていう状況だったらなかなかこれ把握できないというところで、要するに漏れちゃってるところがたくさんあるっていう状態だったりします。例えばこういう場合っていうのは市民の方が通報した方が全然早いわけで、俺んとこ来てないよとかってツイッターで言うよりも、例えばこういうシステムでうち来てないです、うち来てないですってやると、さっき言った地図に耳がボコ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 ってこう出てくるわけで、まあ、どこを直せばいいのかとかどういう状態であるのかっていうのもこう一発で分かるようになりますから、ぜひこういうシステムを本当は地域の方でみんなで使えたらいいなっていうふうにこう思っています。で、最後にですね、あと2分ですね、先ほどの中から、ちゃんとGPS タグの入る被害報告の URL をこちらになります。よろしかったらですね、ここから入れていただくとちゃんと、あ、出てねえ、ごめん、あと1分だ、これです。こちらの方から、入れていただくとですね、ちょっと違う情報共有のシステムに入るんですけれども、ちゃんとインターネット上に公開できる被害報告のレポートっていう形でこうできます。本当はこれをやりたかったっていうそういう画面をちょっと、ご覧いただければと思います。あと1分になりました、ありがとうございます。そんな感じでですね、最後に言いたいことはもうこれだけです。まあ、定常時もチームワークなんですけど、もういいやしかもこれ出てないし最後に俺が慌ててどうするっていう感じですけどね、いった。非常時もチームワークですと、ね、なんやかんや言っても住民共同とか市民共同とかってチームワークがあったらなんとかかんとか人は復活します。で、そのチームワークを発揮するためには情報共有のシステムって絶対必要になってくるんですよ。これ特にスマホ で今回の千葉でも分かったんですけど、こういう広域の災害とか散発的に起こった場合って特にこんなものの重要性って大事になりますから、まあ普段の活動でも使って、しかも緊急時にはみんなで、これをメンテナンスできてみんなで通報できるっていうようなそういう仕組みができたら、もっと、被害の復旧が早くなったりとか、そもそも普段から幸せに暮らせたりとかっていうことができるんじゃないかなというふうに思っております。それでは、時間になりましたのでセッションの方を終了させていただきたいと思います。山本さん、白澤さん、相馬さん、どうもありがとうございました。皆様どうもありがとうございました。開発者募集中